どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。手札全部捨てが役、リュウです。さあ、本日なんですが、召喚師アレイスターとかいう最強カードをね、私5億年ぶりに使おうと思っております。めちゃくちゃ久しぶりに使うわ。大先生、リンクスに実装してはいけないカード第1位。なんでこいつだけリミットかかってないのみたいな。とかあるんですけど、これリミット、もはやこれがリミット2だろみたいなところあるんですけども、プルガトリオ大先生と、メガラニカ大先生と、コーキュートス大先生に、コンセントレートとかいうマジやべえカードをぶっかけた上で、アレイスさんもぶっかけていくっていう、まあ、そういうデッキですね。基本的には。はい、以上。今日のギミックは。召喚師アレイスターがリミットかかっちゃったんでね、エレメントセイバーが死んだんですよね、エレメントセイバー召喚獣が。なので、まあ、じゃあ大体候補どういう風になるかっていうと、結局まだやっぱ召喚師アレイスターが強いじゃないですか、言うて。なんで、まあ、このベリーマンシャンガールとか、ロイド召喚獣とかガール召喚獣っていうのが今、種類があるんだけど、属性を用意できるね。まあ、ロイド召喚獣とガール召喚獣の中で、まあ、今日はちょっとガール召喚獣を使っていくと。なんでかっていうと、可愛いから。可愛いんですよ、ガールは。で、ベリーマーシャンガールで、チョコ持ってきたりとか、アップルマーシャンガール持ってきたりとか、まあ、炎と水ですね。これ持ってこれるんで、相性はいいですよね。で、デッキの中の20枚の中に、アレイスターが融合準備を含めれば、5枚入ってます。5枚入ってるんで、結構引けるんですけど、それでも引けないこと結構あるんで、まあ、そういう時のための、ドローセンス闇っていうんですけどね。ディスティニードローに最初してたんですけども、ディスティニードローだと、やっぱね、ケアされるからね、まあそんなにやっぱり強くはないかな、このスキル。やっぱり結局ケアされちゃうからね。だから、意外と、この、1500減って、引いてこれる、泥説闇だと、意外と1800とかだと殴ってくれるから、使えるんだわ。アレイさん引いてこれるっていうね。まあちょっと、ディスニードローにしたい方はディスニードローでいいです。ディスニードローして、コンセント引いてくるとかね、よくできるんでね。はい。で、戦い方はね、ES 召喚獣使ってた人だったらわかると思うんだけど、あんまり関わらないね。この辺の罠とかでこう相手を妨害していきながら、手札にアレイサーを揃えていくっていう感じなんで、そんなに変わんないですね、やってることは。で、1個言いたいのは、これがいつまで野回しにされてるか分かんないんですよ。これ一応 UR バリアとかいうので守られてますけど、まあ、一応アレイスター今回もうがっつりとリミット入ったんで、これリミット3とかリミット2とか入ってもおかしくないと思うんですよね、俺は。そんな性能してるじゃないですか。だから、まあ、今のうちに召喚獣頑張って使っとこうぜっていう、まあ、使ってる人いっぱいいると思いますけど、今でも使っとこうぜっていうそうデッキ、今日はね、クソゲーをお見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、伊沢由明選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。なるほど、芽吹くか。 OK で、これはコッキュ出しに行くか。召喚師アレイスター召喚師アレイスターのモンスター効果を発動。もうほんで5億年ぶりに使ってます。召喚獣デッキ5億年ぶりに使ってます。で、呼吸と、あ、待って。これさ、呼吸とじゃなくてさ、これさ、メガラニカ出せばいいんじゃねこれ。出ました、リンクス重犯罪法違反。芽吹く初手で、相手のダークバージャーを除外して召喚獣出すっていう。こんなことをしてはいけない。こんなことをしてはいけない。これは確実に犯罪行為だ。さあ、これは犯罪行為に手を染めているぞ。さあ、どうする芽吹き、これきついか。まあ、芽吹きブラマにしてもらったら、まあ別に多分いけると思うんですけども、シンプルに芽吹きデッキだと多分これ罪なんじゃないでしょうか。さあ、シンクロモンスターとか出せるんでしょうか。さあ、あ、これ固まってますね。これ多分これ普通の芽吹きか。サレンダー来るぞ。サレンダー来るぞ。サレンダー来るぞ。見てろみんな。サレンダー来る。あ、なにまだ粘るというのか。やるな。貴様なかなかやるじゃないか。まだ戦いの火は消えていないということがいいだろう。さあ、召喚獣プルカトリオとかいうリンクスに実装してはいけないモンスター第1位のモンスターを見せて、召喚師アレイスターめっちゃ来た。よしよしよし、いいぞ。召喚師、待って待って、炎属性欲しかったけど、まあいいや。召喚師アレイスターを召喚。召喚師アレイスターの効果を発動。そして手札にマジックカード召喚魔術を発動。かわいい。かわいそうに。さあ、お相手の方、ハゲですね。ああ、まあでもこれさ、ちょっとさ、召喚獣ってさ、基本的に融合デッキだからさ、まあ言うて、まあ属性とか、まあその要は素材が2体揃わないといけないわけじゃないですか。でもさ、そんな中でこのベリーマンシャンガールとかいうモンスター、これ強すぎますよね。これあまりにも強い効果持ってるよね、これな。なんでさ DSOD の遊戯ってさデッキに召喚師アレイスター入れてないんだろう。おかしくね。なんかキウイマジシャンガールとかそういうなんかよくわかんないの入れてるさ時間あったら、まあ、キウイマジシャンガールはいいか。なんかさようわからんカード入れてる暇あったら召喚師アレイスター入れろよな。あれ召喚師アレイスター入れとけばなんかメルカバーとかよ先行所定ブラックマジシャンガールおこれ殴ってきてくれるんだありがとう。これでさチョコマジシャンガールで水出していって多分水出していけばねとりあえずいいんですよ。とりあえず水を出していけばいいと俺は聞いてる。はい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 。テラナイトはね呼吸と数抜く手段結構ないから。はいはい。でこれ多分終わらない同じことかなんかなんですよね多分ね。で1枚は因果切断とかそっち系ですかねちょっとわかんないんですけどまあとりあえず一発召喚魔術は発動できた。まあこれ止められても別にいいよ。これ止められてもそんなに痛くない。そんなに痛くないねこれ今。もう一枚あるし。はいはいはい。通るのね。これ通るんだったら違う間違えた。こっちはねこっちねこっちなわけですよ。コンセントレートがあるんでそこら仕事しちゃうなとかだったらちょっとめんどくさいけどまあちょっと1枚光ってるんで1枚はフリーチェーンかなんかだと思います。召喚獣コキュートス出していく。さあしっかりと召喚魔術を回収していく。はいさて分からせに行くか。さてみんな分からせに行くぞ。さあこれが禁止か確定ムーブ見よバトルフェイスだ食らえ召喚獣呼吸ドスぶちかましていけ。そしてダメージステップコンセントレートそしてコンセントレートにチェンし召喚師アレイスターの効果を発動。くたばりやがれクソハゲがやばすぎるこのムーブ犯罪ただの。さあお相手の方エスパーロバって珍しいね。パーロバな珍しいわ。あデスああ普通に知らねえかい。普通に知らねえかい。これはスキルなんでしょうね。ヴァンパイアかい。ヴァンパイアかい懐かしいなヴァンパイアとかヴァンパイアなんか今強いのなんかヴァンパイア知らんけど言うてるギミックはね結構強いですよねヴァンパイアね。これガンガンライフ削っていけるんでこれなんだろうなスキル宇宙の法則とかそっち系ですかね。ヴァンパイアはなんか宇宙の法則で結構ヤバめのサイコショッカー引いてくるとか、まあ、そういうデッキあるんですよね結構。そういうのちょっとめんどくさいなというふうに思っていますが、まあ、とりあえずでもハンドはいいね。これ3体並べてくれたらもうほんとアレイスターで一撃よ。はいはい領域 OK で領域効果あれこれ3体並ぶんじゃないかこれ3体並ぶだろ。はい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 。あこれ分からしちゃうこれあれこれ分からしちゃう俺これ一瞬で分からしちゃうこれ一撃でデュエルを終わらせてしまうか俺は。まあ一撃っていうかまあ3撃くらいかかるんだけど。さあヴァンパイアエンパイアはもう全然もう問題どうぞどうぞご自由にどうぞ。で効果使いますかどうかまあ効果はさすがにまあ使わねえかフィールド上のカードを1枚破壊しないといけないしな。さあどうするさあどうするカード1枚セット OK。 あれこれ分からしちゃうかなあれこれは分からしちゃう効かんないこれは分からしちゃうな。召喚師アレイスターを召喚師アレイスターの効果を発動。そこなしかああうっそやばいえこれやばくないですかこれやばいか待ってくれこれやばいんじゃないか俺やばいんじゃないかこれスキルなんだこれスキルなんだ宇宙の法則これはやばいこれはやばいこれはこれやばいぞやばいちょっと待ってどうしてもいいんだどうすれば負けないちょっと待ってあ捨てる間違えたちょっと待ってあ捨てる間違えた召喚魔術を捨てると一応カバーできるんだちょっと間違えた動揺隠してないやばいあそれはやばいいやーちょっと待ってください。